さんこんばんは。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今日はですね、東京中央美容外科さん TCB の方に来ております。で、ここは川崎店さんですね。川崎店さん。で、今日僕がなぜこの東京美容中央外科の方に来てるかというと、なんか結構僕がですね、もう15歳ぐらいの時から、まあ、クマがひどいんですよ、結構。多分色素の問題なのか何の問題なのかよくわかんないんですけど、クマのせいで今までなんか十分に睡眠をとってるのに、お前しっかり寝ろよとか、結構なんかこう会社の社長に何なら怒られるぐらいの、お前オールできただろうとか、そんなようなこともあったりとかして、で今回ですね、ちょっとやっぱり見た目もね、やっぱりこのクマがあるっていうと健康そうにも見えないので、それをですね、今回クマを取っていこうじゃないかということで、今回 TCB さんに来ております、はい、では早速ちょっと中の方に行きましょう。ゆきくん、今日撮るんですね。いや、喋りかけないでもらっていいですか？何ですか？今集中してるんだ。集中してる。怖くなんないですか？え？怖くはないですか？怖くないでしょ、全く思って。これを怖い、ワクワクさんでしょ、ワクワクさん。あ、まあそうですね、うん、やっぱね、その自分のさ、コンプレックスだと思ってるところが改善されるわけだから、はい、楽しみでしかないよね。そうっすね、やっぱ言われるとやっぱりちょっと気になってくるっすよね。そう、なんかだからさ、なんだろう、もちろんさ、結構ほら、顔とかね、体の悩みも全てさ、はい、例えば、シワとかもさ、一つ取っても、それでなんかこう、なんだろう、年相応でさ、イケてる感じになってる人もいるじゃん。はい、だけどさ、俺すごくさ、目とか、はい、そういうところってさ、イケおじみたいなのとかはさ、全く関係ないと思ってるの俺、はい、ただ、その老化そうっすねしてる風に俺は見えちゃうから、はいはいはい、だから、ある程度俺もね、そこまでほら、あんまりさ、バチバチにいじりますって感じじゃないけど、はい、やっぱそういうところだけはね、やっときたいなと思って。疲れてないのに疲れてるようにとか見られたら嫌ですもんね。でもいるよね、実際ね、そういう人、疲れて見えるように。はい、はい、よろしくお願いします。元ゆきさんで、今回熊取り撮影も兼ねた熊取りのお世話なんで、そうですね、ですね、そうだった、八幡都市の CD 当選の。あ、ありがとうございます。どうですかね、気になるところご自身で。やっぱ一番ここら辺の色とかがやっぱ一番、うん、濃く出ちゃってるので、色味が気になるって感じですかね。色味とやっぱあとはクマがあるなっていう感じがあるので、ご自身にとってのクマのその感覚って膨らみではなく色味の方がイメージとしては強いですかね。僕のイメージの中ではそうですね。そうですよね、うん、ちょっとお持ちいただいて、確かに上と下を見るとここの部分に若干このくぼみがあるんですよね。この左目の膨らみの部分をちょっと取り除いてあげて、ただ取り除きすぎるとこんな感じでくぼんでしまうんですよね、はい、なのでちょっと適量を取らせてもらって、ここの目元の人体のこの下のところですね、ここにヒアルロン酸をちょっと注入してあげると、はい、少し膨らみが出てですね、ここの色味っていうのが改善されると。はい、皮膚がちょっと透けているので、ヒアルロン酸を浅い位置に打ちすぎると、はい、チンダリ現象っていってちょっと透けて見えるんですよ、ね。はい、なのでそういうのが起こらないように、はい、一応深い位置には入れるんですけど、どうしても皮膚の薄さっていうのがあるので、まあ、皮膚を例えば厚くする治療だったりとか、はい、そういうのも、まあ、ゆくゆくは検討してもいいかもしれない、あ、そういうのもあるんですね。はい、一応そのここの根元の皮膚って人体で一番薄い場所なので、はい、透けやすいんですよね。後ろにある血管だったり筋肉が透けて青っぽく見えたり暗っぽく見えるんですよね、はい、なのでそれが、大きな要因の一つにもなっているので、うん、まずは取って、はい、注入をしてみて、で、まあ、1ヶ月ちょっとぐらい経って安定したらまたどういう感じにしていくか検討してもいいかもしれません。はい、うん、ここを膨らませることでちょっと若々しいにしていくっていうこともできなかったですよ、はい、なのでここにちょっとヒアルさんを打つっていうのもありなんですけど、これは、本当にクマとはまた別で、輪郭の、バランスを整えるための治療になるので、はい、まあ、ご希望があればという感じなんですけど、すごいよね、聞いた、はい、ゴルゴラインで、ゴルゴで、そうですね、言いましたよね、ゴルゴライン、ゴルゴラインで、はい、
あのゴルゴから来てるってことですか。いや、あのそれとも関係ない。あ、関係ないですね、すいません、はい、ここですね、ここの部分、はい、そんなに目立ってないんですけど、でもやっぱちょっと出始めてるんですよ。あ、そうですね、うん、なのでここの膨らみをちょっと出してあげると、はい、あの少し綺麗になるかなと、はい、うん、これまあご希望があればっていう感じで、ぜひお願いします。大丈夫です、はい、じゃあちょっとそれもやってみて、はい、やっていきましょう。ゴルゴスコールラインやった方がいいですよ。なのでちょっと一応プランの方出しますね、はい、で、あと痛みに関しても、あの痛み止めを渡してるので、それで十分コントロールできるので、はい、なのでいいかなと思います。はい、はい、かしこまりました、はい、今一応これで術直後です。はい、脂肪も取れてですね、途中大丈夫でした？全然大丈夫でした。大丈夫でした、よかったです。そしたらお手元にある鏡をお持ちいただいて、はい、見ていただいていいですか。お、すげえ、こんな感じで黄色い粒が、はい、脂肪になるんですよね。へえ、それでですね、肝心の仕上がりなんですけど、はい、こんな感じで、おお、ここがちょっと滑らかになってですね、はいはい、そうですね、くぼみ感もある程度改善がされて、はい、左右差ほとんどないような感じですね、はい、すごいですね。綺麗に仕上がったかなと思うんですけど、はい、特にこの横の部分ですね、ここの部分のこのくぼみ感っていうのがゆくゆく今後気になるかもしれないので、少し、はい、ヒアルノさんとかも使いながら調整させてもらってます。はい、良さそうですね。いや、もうバッチリです。内出血もそんな起こってないので、まあ、もしかしたらこっち少しだけちょっと内出血あるかもですけど、はい、まあ、基本的にはもうこの状態でほとんど、はい、安定するかなと思うので、はい、いいですね。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、結局痛かったですか。いや、全く痛くない。マジですか、すごい、うん、なんかよくニール A のガーゼ乗っかってるっす。あのこれでしょ。はい、すごいっすね。全然痛くなかった。脂肪が取れてます、ちゃんと。片手こうかな。片側もらっていいですか。だけに見やすい。どうですか、ね、すごいっす。でも麻酔でここ半分しびれた状態だと思うんですけど、はい、根元見ていただくと、このクマが膨らみが取れて、この口の部分が、はい、埋まってですね、ふっくらしたイメージですよね。はい、術直後からこの感じに、めちゃくちゃすごいです。で、あとゴルゴラインも見ていただきたいんですけど、はい、ちょっと膨らんだの分かりますか。分かります、分かります。ちょっとここ持ち上がってるので、全体、お顔全体が少し引き上がったようなイメージで、若々しい印象ですね。はい、すごいです。だいぶ綺麗だと思います。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いいっす、撮りました。何撮りました。何撮りました。あ、撮りました。はい、どう、クマ撮れた。クマ撮れてます。バッチリでしょ。はい、で今、はい、とりあえず終わったから、はい、一回お家帰って、はい、あのチーに、はい、見せていく。はい、今日俺がクマ撮りやるの知らないから。マジですか。うん、ちょっと行ってくるねっつって、はい、行き先伝えずに来てるから。はい、すごいですね。いや、うん、ただいま。はい、私はちょっとね、今日あるべきところに行ってたんですよ。あるべきところじゃなくて、あるところかな。あるところに行ってたわけですよ。うん、ちょっと君に今説明してあげるから、そっちのソファーの方に座ってごらん。なんか気づくことはないかい。何目って。なんかやった。もうやったっちゃやったし、やってないっちゃやったし。やってんじゃん。やりましたよ。何やった。今日はね、あの目の下のクマを
取ってきました。痛かった？いや、別に全然、全く痛くないんだ。もう、こんぐらいチクン。それは痛くないね。なる、うん、すごいね。うん、なんか変な影みたいなのもさ、うん、まあ、ちょっと何、もうすでにさ、うん、緩和されてるし、うん、こっち見て、あ、すごいね。まあ、一旦ね、視聴者さんにはですね、やる前とやる後の、まあ、静止画撮ったんで、そのちょっとビフォーアフター一旦見てください。はい、で今ちょっと見ていただいたんですけど、まあ、結構違うよ。もうやった後、やる前とやった後だけでも。え、そう、うん、でこっからほらまたダウンタイムとかがあるからさ、うんうん、まあ、さらに落ち着くわけよ。でもさ、ダウンタイムって言うほど別に全然腫れてなくない？うん、まあ今はね、うん、そういうことなんですよ。すげえ。そうだからね、俺自身はさ、うん、多分あんまり言ったことないけど、うん、やっぱ先生も言ってたけど、もともとここの下まぶたっていうのかな、うん、のところ、あの皮膚がやっぱ薄いんだって俺、うんうん、結構目とかもこすったりしてたから、うん、普段からね、うん、そういうのもあるし、まあ、あとは今回ね、その脂肪っていうのがさ、うん、目の下があったから結構取れたの。もうちゃんとツンツンツンってなりました。新薬と行ってきました。うん、ウケる。そうだからね、まあそれでさ、なんだろう、やっぱさ、見た目的にさ、不健康そうに見えたりとかさ、うん、寝不足に見えたり、うん、あと圧倒的に老けて見えるからさ、うん、クマがあるだけでね。うちの友達とかでも結構悩んでる人いるからね。でしょ。うん、いる。そういうことなんですよ。興味ある人結構多いと思うよ。うん、クマはね、本当だって最近なんていうの、この色素を抜くようなのもあるじゃん、うん、だけどさ、やっぱそれだけじゃやっぱ脂肪がなくなるわけでもないし、うん、やっぱその加齢とともにやっぱ脂肪ってほら重力とかもそうだけど下がってきて、この目の周りについてる脂肪が押し出されるんだって、うん、1回やっただけでもう人生ってあとはもうやることないんだ。でもやっぱ結構さ、その油の量が多い人っているじゃん、うん、見るからにさ、結構だからこんぐらいこう、これ溜まっちゃってるでしょ。そう、うん、あれが一気になくなったら結構変わるだろうね。いや、だいぶ変わると思うよね、うん、なんで皆さん、本当にクマとかも本当に人のね、人間の印象自体も変わってくると思うので、もし興味がある方はですね、TCB さんの詳細はですね、概要欄の方に貼っておきますので、皆さんよかったら調べてみてください。よろしくお願いします。それではね、私はまあちょっとだけダウンタイムも あると思うんで、そちらも楽しみにしててください。はい、それでは今日はありがとうございました。はい、ということで、ちょっとシーンの方が変わったんですけど、今現在はですね、施術をしてもう1ヶ月経っております。なのでダウンタイムっていうのももうすでに終わっております。でも本当に後ほどビフォーアフターで皆さんに画像を見ていただくんですけど、もう本当にまるっきりガラッと生まれ変わりましたね、今回の熊取り治療をやることによって。で、まあ、やっぱりすごい、なんていうんですかね、表に出る仕事をしてたりもするので、どうしてもその人からの見え方とか、まあ、そういうところってすごい今まで気にしてたんですよ。で、不健康そうにも見えますし、そもそも老けて見えますし、まあ、そういうところが今回、まあ、本当に悩みだったんですけど、本当今回ですね、TCB さんの方で熊取りの治療ができたということで、ここまで綺麗にしていただいて、感謝のお言葉しかございません。ありがとうございます。皆さんもですね、目の下の熊で悩んでる方とか本当に多いと思うので、気になる方はですね、概要欄の方にまた改めて詳細の方を載っけておりますので、そちらをご覧ください。それではありがとうございました。